はい、老齢厚生年金のことでですね、お困りの経営者の方いらっしゃらないでしょうか。常勤の役員様として働きながら、年金をもらうということで、報酬と年金との調整でね、年金がストップしてしまってもらえないという方に対する情報です。経営者の方限定なんですけれども、役員報酬最適化といいまして、役員報酬の年間総額は変えないで、支払い方だけを変えると。そうすることで、老齢厚生年金が支給停止にならないで受け取っていただけると、そういう情報なんですね。ご関心がございましたらお問い合わせください。